第2回有名私大オンライン模試開催決定。受験料は無料。参加は LINE に登録後オンライン模試と送信。ましてや文法終わった単語終わっただから英作やる、こんなん絶対あかんで。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。ありがとうございます。こんにちは。今日はですね、僕が今まで実習コンサルを担当してきた生徒の7月の実際の計画表とかをね、みんなに見せながら、そういうのを元に受かる受験生はこういう風なことを意識してこの時期勉強してたよっていう話とか、こういう進捗やったよっていう風な話をねさせてもらおうという風に思っております。お願いします。はい、みんなね、この動画もいろんな志望校の子がいてるから、その志望校に合わせて僕の担当生徒全員話していたらマジキリないんで、まあ一応一番母数が多い関大で話をさせてもらおうかなと。だから同志社目指す校とか明治目指す校やったら、あ、それよりちょっと早くないとあかんねんなっていう風なイメージを持っといてほしいし、三金交流とか日駒第一志望の子たちは、あ、そこまではいけてないけど、まあまあまあ例えば文法やったら前輩は無理やけど、まあまあここまでは残り5方の2個3個残ってるぐらいまではいけてるなっていう風に、ちょっと引き算とか足し算をしながら指標にしてもらえればなという風に思っております。まずもう英単語は話すことないです。全部終わってます。余裕です。もうこれ終わってない子なんて僕の担当生徒にいません。一語一訳は最低です。あ、なるほど。じゃあ一語一訳は終わってるけど二語三語までは行ってない子は中には、そうですね、います、います。でもそれでも最低限一語一訳さえできていれば、ある程度英語長文に戦えるだけの単語力はついてるので、ちょっとね今年コロナっていうちょっと例外があるんで、はいはい、夏休みにじゃあ一語二訳三訳を詰め込んでこれてたんで、はいはい、今までだったら、はいはいはい、でもそのタイミングがもうほんまお盆の前後休みあるぐらいじゃないですか、はいはいはい、夏休みって、はいはいはい、だからねそういう風に考えるとちょっと全く同じ指標では考えれない。もし僕が今まで担当してきた生徒の子たちが今年コロナの影響を受けた生徒たちだったら、一号というか、まあ、ほぼ全部終わってるぐらいの気持ちでやってます。2ヶ月ぐらい休みあったわけですから、だからそれぐらいは終わってるかなと。ただ一号一訳が最低限で全然問題はないです、うん、英単語はもうそれぐらいですね。で英熟語に関してはもういよいよ英熟語にこれから入っていこうかなぐらいのタイミングです。ただここは結構僕の中でこだわりがあって、英熟語に入るかどうかは僕特に文系なら社会の進捗、うん、理系なら理科の進捗、ここを結構見ながら計画を進めることが多くて、やっぱり特に社会ってまあめっちゃ暗記じゃないですか。で夏ぐらいって普通のペースで3月とかに入塾してきたり4月に入塾してきたら、7月とか8月に一番入試で品質度合いが高くて一番いろんな関連語句が多くてややこしくて重たい分野にぶち当たるのが大体夏ぐらいなんですよ、この7月ぐらいなんですよ。でそうなった時に、え、単語の一語2訳目3訳目覚えながら熟語もじゃあ単語一語一訳終わったからバーンってすぐ入れて、ほんでじゃあ社会も一番大事な範囲やから今までと同じページ数だけど覚えなあかん語句数間違いなく増えるから、それもやってってなってできるっていう話、うん、もちろん生徒の能力によっても分けるし、部活やってるやってないっていう勉強可能時間によっても分けるんやけど、でも英熟語とはいえ入る子が多いかな。でその英熟語は間違いなく長文の演習兼熟語の暗記っていう風な形で即熟を始める子が多いです、うん、本来なら夏休みがあるから7月とか8月にもつれる子もいるけど、この7、8月1ヶ月から2ヶ月ぐらいかけて全て終わらせる子が多いかなという風な印象なので、僕の担当生徒でこのタイミングで英熟語が全部終わってる子は、うん、歴代だったらもう本当に早稲田を志望してる子ぐらいですかね、うん、早稲田志望の子だったら終わってます。終わってないとやばいかな、うん、英語の特に英単語、英文法、英熟語とかこういう基礎的なところはもう終わってな話にならんぐらいですね。ゲリラでライブして、はい、急に、はい、コロナの時に、はい、ほんまにみんな勉強できてないと思うからちょっと俺が体験コンサルやるわって言ってやった時に、うん、早稲田志望の男の子がいて、はい、その子は単語も熟語も終わってた、うん、そうですね、基礎英文化100も終わってた、うん、2ヶ月前ぐらいに、うん、そうですね、順調やねっていう、はい、まあ、そんな感じやねっていう、それが普通ぐらいですね。そう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 、だから7月でその状態やったら、うん、早稲田志望やったら普通やな。そうですね、うん、単語とか熟語に関してはそんな感じで、文法に関しても
難関次第以上、つまりカンカン同率だったりマーチ以上を志望する子はどんだけ遅くても本来だったら夏休みに入るタイミングだから4月20日とか15日とか、つまりは定期テスト終わったタイミングぐらいまでには文法の範囲と語法の範囲に関しては一旦は網羅してます。もちろんその一旦はっていうのはこれからまだまだ復習を重ねていかないと無理に決まってることだし、だからそういうふうに復習をこれからやっていくっていう手ですけど、ある程度毎週映像授業でなり参考書なりで理解をした暗記をした、で僕たち反転授業っていうのをやってるんですけど、その反転授業の中でテストをして足りてないものを見つめ直し復習しながら次の範囲やるっていうふうな勉強の流れで進んでいって文法と語法の範囲が終わっているというふうな状態で、7月からいよいよランダム問題で、いきなり全範囲のランダム問題バッチしんどいんで、これはだからファイナル問題集の標準編かな、発展編は早稲田の子たちでもまだやらなくていいから、うん、標準編かもうそれが終わってますよっていう人はもちろん発展編進んでくれていいです、総計上智のコーラでね。でファイナル問題集ってあれ何がいいって、一見全ランダムに見えるんですけど、そうなんすよ、ちょっと区切っとるんですよ。 それねいいんですよ、いいんすよ、いいことなんですよ、めっちゃいいんですよ、400問ぐらいね、そうなんですよね。しかもあれ3つに分けてるんですよね、分野を。そこがね絶妙なんですよ、3週間で1周っていう、これね僕の中で絶妙なんですよ、絶妙ですちゃんと復習もできるんですね、はい、1.5 ヶ月で6回分だから全範囲を2周できるっていう、まあ、1週間に1個やるとしてね、はいはい、っていう風な形で進めてるんで、基本的に7月の中旬か頭ぐらいまでには文法語法の範囲が全部終わっていて、7月の中旬から末ぐらいからいよいよ範囲をある程度区切ったランダム問題がスタートするっていう風な形が基本的なペースになります。ちょっといいですか、はい、ファイナル問題集の使い方なんですけど、毎日やったら10日間で終わるんですけど、絶対そんな使い方はしてほしくなくて、はい、1週間に1日ファイナル問題集を1題やるっていう日を決めて、それで例えば第1回をやったら間違えた問題を後ろの弱点克服シートみたいなのがあって、確かあります、あります、弱点克服シートって名前やったか忘れたけどそんなのがあって、その間違えた問題を塗っていくんですよ、うん、マーカーかなんかで。そしたらやたら濃い範囲があるんですよ、マーカーめっちゃ塗っちゃう、多くが動詞の語法なんですけど、はい、塗っちゃって、あここ苦手なんやってなったら、ファイナル問題集で復習するんじゃなくて、完璧にしようとしている英文法の一冊のものをその範囲に復習するんですよ、完璧に。でもう一回その色塗った例えば動詞の語法だったら動詞の語法の間違った問題にもう一回やるんですよ、うん、でできてたら OK です、うん、っていうのを繰り返すと1週間に1台ぐらいしかできないんですよ。そうですね、うん、1週間に1台が限界だと思います、復習をしていくって考えたら、はい、だから1週間に1台で大丈夫です。はい、だから1週間の使い方で言うんだったら1日2日インプットのし直しだから、月火でインプットやって水曜日で問題演習して、残りの木金土日で言うたらインプットのし直しやったりだとか、はいはい、シートを使ってあこれが弱点だからここ見直さなあかんなっていう風に立ち戻るっていう風に、基本的に僕の計画はもうずっとそうです。入れ直し、問題で確かめる、復習、もうこれの繰り返しでずっと回し続けてください。ファイナル標準が普通に初見で7割取れないんだったらマジでもう文法やってないです、はい、まだ全然知識が定着してない証拠なんで、はい、結構復習に時間かかるんで、もしかしたら1週間に1もきついかもしれないですね、そういう子は。今井が生徒の時はファイナル問題集をそのままね授業で使ってましたけど、はい、もう8割切ったら芝生でみたいな空気が出ますよね。そうっすよ、その代わりお前死に物狂いでやってこいよみたいなね、そこの決められた血まなこなってやそれがね一番なんかこうルーティーンになってやりやすいはずなんで、はいうんはい、そうっすね、はい、なんで単語熟語文法に関してはそんな感じです。で英語長文っていうところに関してはざっくり夏の夏期講習とかにそれまでもやってるんですけど、読み方の勉強をもう少しプラスアルファでしながら解き方の演習というか解き方の練習をするっていうパターンが一番多くて、僕たちって他のね受験トークの動画とかでも言ってるけど英文解釈を大事にしてたりとか、まずは単語でしょっていう風な思想の塾やから、英語長文に入るタイミングって大手の予備校とかより遅いんですよ、うんね、てかそれは意図的です、絶対僕たちはそれが一番効率いいとは思ってるんですけど、他の塾からしたらえ長文まだやってないんとかってなることも全然あるんですよね。でそういう風に進めてるから、例えば受験スタートが3月やったとしたら、だいたいスタートの1ヶ月で英単語は最低1000とか終わって、英文解釈の基礎が終わったかな、でも文法やりながらだよね、で4月とか5月とか6月に長文やってるけど左から右にもう前から前から訳していくみたいな
ザ長文演習みたいな感じではなくて、どちらかというとまだその声読を鍛えてたりだとか、その声読を鍛える中でちょこちょこ、ここって実はこの段落とこの段落って言いたいことが逆だから対比だよねっていう風な、ちょっと簡単な読み方の勉強だったりだとか、より自分が正確に一文一文訳すためのその声読の練習を積ませる時期が長いので、このタイミングから読み方をやっていたりだとか、読み方はある程度やってきたから、その読み方をプラスアルファ、まあ強化しつつ解き方の勉強をしていくっていうのが一番受かる校で平均的に多い計画になってます。でこれは何月英語勉強法のところとかでも言ってるんで、読み方の勉強はある程度やってる、だからそこからより解き方の勉強だったりだとかに移っていこうねっていうのが7月大事なことなので、もちろんそういう風な流れで進めていってます。で英作文とかやらなくていいんですかって結構無料受験相談で聞かれるんですけど、これねどっかの塾がスタートから英作文やらせる塾があって、無料受験相談で、なんでそれやってんのって聞いた時にその子は分かってなかったんですよ。なんでそれやるかはよく分からないけど英作文からやるのが効率いいからっていう風な話なんですけど、もちろんその文の形を覚えたりだとか、英作文で品質の表現を覚えたりだとか、大事なのは分かりますよ。それが出る大学なのであれば、それこそ早慶上智のレベルが高い大学で英語が難しいレベルが出題されるのであれば、英作文で大事になってくるし、それによって培われる力ももちろんある。だから全否定するつもりはない、塾に思想があるから。ただ英作文がそんなに難しいのが出ない、難しいのが出ないってどんなレベルかって言ったら、それこそ動詞者の英作とかは何も難しくないですからね。あれは難しくないです。あれは英作じゃないっすよ。英作であって英作でない、つまり英作の勉強をしないと点数が取れないっていう大学じゃないと、英作文の勉強ってほぼしなくていいっちゃいいんですよ。だから余裕があればする、それこそドラゴンイングリッシュで基本例文を覚えたりだとか、英作文のトレーニング Z 回のやつで書き方とかよくあるミスみたいなものを学んだりだとか、そういう風に英作文の勉強法ももちろんあるよ、あるけど、まあマーチの中やったらちょっと学部によっちゃきついところもあるかな。でも少なからずカンカン同率は英作文の勉強をこの時期にまさかやらないといけないとかはない。ましてや文法終わった、単語終わった、だから英作やる、こんなん絶対あかんねん。単語と文法終わったからこそそこをより強化していくんやから。だからちょっとあるあるの質問で英作文とかはあるんでちょっと話しておきました。だから英作文はやらなくていいです。あるわ、うちの塾生でもあるもんね。はい、あります。過去問やるからさ、この時って、はい、うん、過去問やって英作文出たんで英作文やらないんですかね。そうです。じゃあそこじゃない、そこじゃない、そこじゃない。そもそも英文解釈の勉強をして単語塾がほんまに何回も見て覚えれてたら、ある種難関次第レベルまでだったら、もう日本語の文見た瞬間に、あ、この構文狙われてるなって分かるんですよ。分かるよ、もうこの表現分かるなって、もう出題者の意図バレバレなんで、問題が。だからそんなに難しく考えすぎなくて全然問題ないです。しかも満点が取れる分野じゃないんで、うん、だからそもそもその思想は外しておいてください。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。